簡易マウスシールドの作り方です。ハンカチと透明シートを使います。まず透明シートです。ここではラミネートフィルムを使っています。パンフレットなどのツルツルの面に乗せて一緒に通すと中で絡まることがありません。プラ板用の透明シート、クリアフォルダなども使えます。ここでは B5 サイズを使っていますから、半分に折って B6 サイズにします。2枚重ねて角を丸く切ります。1枚をくるりと反対に向けて、最初に切った線に沿って切っていきます。反対側も同じように切ります。こうすると左右同じ形になります。 B5 サイズですから幅は18センチぐらい、高さは顎から鼻の頭ぐらいまでの長さにします。次に耳掛け用の輪ゴムを作ります。ここでは白のストッキングを使っています。ストッキングを足首の方から輪切りにしていきます。だんだん太くなっていきますので、2枚1組で切っていきましょう。そしてこれを引っ張って輪ゴム状にしたら、2本1組になるように合わせておきます。ハンカチは女性用の薄手のものを用意します。4つに折ったら、輪になる方に先ほど作った透明シートを置きます。上から3分の1のところに合わせます。下側を3分の1、そしてもう一度3分の1折ります。この両側に先ほどのストッキング輪ゴムを通して、両端を内側に折り曲げます。折り曲げたところは開いて内側に入れておくとずれにくいです。これで出来上がりです。肌に馴染む色でも作ってみました。耳掛けゴムもベージュを使っています。つけるときは折った方を顎に当てます。そしてストッキング輪ゴムを耳にかければ、これで装着完了です。話すときに口元がはっきり見えます。こんにちは、おはようございます。ありがとうございました。ベージュの方はこんな感じです。クリアフォルダーを使うと少し曇っていますが、装着してみると口元は割とはっきりと見えます。こんにちは、ありがとうございます。マウスシールドを買うほどではないけれど、ちょっと口元が見える方がいい、そんな時にお使いください。